あの佐渡金山が、1601年から、江戸の幕府の財政を支えてきたんですけども、その時にこのエリアだけで5万人いたって言われてます。この5万人いた時の本当のメイン通りです。ここはあのこの田舎でもね、あの京町、上京町とかですね、京の名前がついてるっていうのを当時から本当にあの大都市であったし、ちょっとおしゃれな感じもするところですね。以前からこういう色をある程度制限して、作ってて、当時のあの雰囲気を残すように今作ろうとしています。私が好きなのは実はここからの風景なんですよ。ここからあのずっと下に道路があってですね、でその上に向こうに海があって、この佐渡ならではの風景と街並み、当時の江戸の街並みを皆さんが想像してもらえる、いい場所かなと思ってます。相川は実は坂の町なので、あのできるだけ私は上から降りる方をおすすめします。はい、そうですね、急な坂です、はい、実は中学校が今の私が通ってた中学校が今の奉行所のところにあって、そうなんですね、はい、実は野球少年だったので、よくランニングしてたんですよ。ここなんかは登山住宅で、風とあの映画が見れるところで、素敵ですね、はい、あのこういうところでゆっくりとあの時間を、まあ、この、あのこの文化の流れをですね、時の流れをあの感じてもらうという、はい、まあ、あの この通りなんかもざっと見てもらうと、もう鉱山 の、うん、あのこれはまあ江戸というよりもあの昭和になりますけど、この鉱山の町並みが、今度はですね政治を行っていた奉行所の方がこの後見えてきます。これね、こう今日はまだちょっと時間ないので、夕日が本当に綺麗に沈むんですよ。はい、これがあの1700年代からこの相川の時を刻む、そのまま残ってます。で1800年代まであの時を刻んでいました。でしばらくあのもう使わなくてですね、あの、まあ、明治後近代なんて使ってなかったんですけど、今はずっとまたあの世界遺産を願って今あの朝という方時間を刻んでます。綺麗ですね。これから、ね、海は、ね、もっと緑になります。暑くなる。それで、冬になると今度グレーになります。海の色も4種類ぐらい変わります。いいですね、季節ごとに。はい、冬はもしかするとグレーと白になるかもしれない。白の波の花、それもまた一つの面白いと思います。渡辺市長、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。京町通りすごく素敵なところでした、はい、すいません、もう一箇所ご案内いただくことはできますか。そうですね、いいですよ。あの今日のね、京町通りとこの当時の相川の町並みがイメージできる綺麗な場所でご招待いたしましたけど、じゃあもう一つちょっと歴史が感じられるようなところへ参りましょう。はい、綱佐渡